愛知万博の施設とは2005年日本国際博覧会で設置されたパビリオンを中心とする施設群のことを言う121カ国と4国際機関及び民間企業などが出展したグローバルハウスグローバルループ会場を一周するように設置された全長約2.6キロメートル幅約21メートルの回廊起伏のある会場を 地形の最小限の改変でバリアフリーで周遊できるように配置され、平均高さは地上7メートル、最大傾斜3度、ループ上をグローバルトラム、自転車タクシーが運行された。なお路面は廃材、合成樹脂などを複合使用した木製。各地域ごとに出展され、各館はモジュールと呼ばれる規格化された鉄骨作りの箱状の構造体を、 つなげて構成され、各館はそれぞれ外観、内装などの装飾により特徴を出した。なお、このモジュール化により建設後期、建設コストが低減され、閉幕後も5個のモジュールはユニットとして再活用を考慮したものとなっている。なお各館はモジュール1個のものからモジュール5個のものまで各種建設された。グローバルコモン1イエメンパビリオンイランパビリオン。 カタールパビリオン、ニパールパビリオン、グローバルコモン2、カナダパビリオン、グローバルコモン3、グローバルコモン4、グローバルコモン5、グローバルコモン6、グローバルコモン6、ニュージーランド間に展示されていた、飛水大地の塔と長くて日本館大観覧車札機と、名の家愛知万博瀬戸海上天水皿、N360 度の円形シアターで、毎日10回以上にわたって行われた、軍独女子刺激。 一粒の種が評判を呼び、瀬戸会場最大の呼び物に。演者はオーディションで選ばれた男女で、脚本、演出は、寺山修司の流れを組む J.A.C. ーザー。プロデューサーは、野田秀樹作品をすべて手掛ける北村明子。閉幕後は、ほぼすべてのパビリオン、入場ゲートグローバルループ、一部は残されている。等が撤去された。ただし、愛知青少年公演時代からある。 屋内プール、屋内スケート場、愛知県児童総合センターなどの建物は、会期中は、グローバルハウスブルーホール、オレンジホール、ワンパク宝島、ロボットステーション、地球市民村などに改装されて使用され、その後は元の施設に復旧している。また、長久手会場の大観覧車、サツキと名の家、茶室などや、瀬戸会場の瀬戸愛知県館などの一部施設はそのまま。 活用されている。詳しくは、長久手会場の更新、愛、地球博記念公園、瀬戸会場のあった会場の森を参照。ありがとうございます。